おはようございます。朝起きて向かってるけど今日は猛烈にね寝違えとんよ。こっちが痛くてかなわんですが、の煉獄さんの4回目見てねめっちゃね感動してね気持ちよく寝たのに朝起きたらこれです。すごい眩しいしね、太陽がまあいい天気なんだけど、本当にねなんつうか首がね寝違えるとやる気のかけらもなくなるよね本当にね。叶いません。よく考えるとねこれはヒカちゃんのせいじゃないかと思うのよ。私にいつもね負荷をかけてね負荷をかけ続けましてギャー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 いつも騒いでね、だからねそれは首に来るわけよ。だから今日はねたらと思うよ、違いの恨みをね晴らしてやらんといけんと思うよ。だって最近すぐね鼻綿棒する時も逃げてさ、すげえ力入れてるから、こっちそんなにねもう40前ですからね、そんな力入れてガッてすることはなくてね、ちって言ったら大体の人はわかるんですけど、あいつがガッ逃げるからさガッて押さえるでしょ。そうするとね肩が痛くなるんですよ、きっとそういうことだと思うからね。今日はね不意打ちだね、ガッてやろうと思うんだよね。だって肩痛いもん、まだだって痛いもん、運転しにくいもんね。ヒカちゃんのせいっていうこといいよ、いいね、いいと思うよ、やってやるから。それにしてもな、煉獄さんかっこよかったんだよね。4回目だよ、4回目これぐらい見ないってね、僕ね通りは頭に入ってくるけど気持ち分かんなかったけど、もう今ね完全に、ね、分かってます。だからね煉獄さんのような気持ちで今います。でもそれを上回るこの寝違えの首の痛み、と煉獄さんもね寝違えたらこうなってね、誰かのせいにしてねこれを鼻綿棒突っ込むと思うよ。分からんけどそんなもんだと思う。ってことで行ってみます。いつもね寝違えとるけんね許せんなと思ってね、グッガーって行こうと思ってます。身構えられてもダメなのよ、あいつ力が強いからね。一番こう緩んでるところ、気緩んでるところで行こうと思うんだけど、やっぱねおはようって来た時だと思うんだよね。これ裏玄関ね、こう入ってきた瞬間行くから、準備万端行きます。皆さん今週もいい一週間にしようね。いつも私よろそいのに。なんか首心なしかすっきりしたわ。おはよう。ねえ。出勤。はい。こんにちは。今日はどうされましたか？今日はなんかお尻が痒いです。そうですか、イボジですそっち向けんな、環境痛くて。ここが朝から朝？腰向けないよ。朝何？さん来るのこっちよ、はあ、朝寝違えたのよ。寝違えたの？寝違えてそれで鼻綿棒したけど、だから回復したつもりになった時はもう全然良くなってないわ。今日ちょっと暴れたの、押されたの余計なった。私が痛い見たスタッフが通っていくけどね、冷たい目線でしたよ、はい、ほらお尻見てください。こんな感じね。最後までご視聴いただきありがとうございました。 AB 先生&ヒカチャンネルでは日常の疑問にお答えしたりするつもりだったんですけど、最近は楽しく愉快な元気なことをやってます。インスタも始めたので見てください。よろしく、よろしくね。チャンネル登録、いいね、よろしく、よろしくね。